皆さんこんにちは。アクセススタッフブランドコンシェルジュのあゆみです。皆さんたくさん集めましたが、フェラガモのガンチーニです。ガンチーニは小さなフックを意味し、歴史は古く1950年代に初めて登場して以来変わらぬ人気を誇っているんです。今回はこのフェラガモのアイコンガンチーニについてお送りします。ではお財布から見ていきましょう。ガンチーニといったらこの形をイメージする方も多いんじゃないでしょうか。長財布と二つ折り財布があるんですが、どちらもクリップ式の留め具が上品です。ゴールドで華やかな印象があります。続いてトートバッグ見てください。このガンチーニのテキスタイルパターン、レザーの切り替えデザインが大人らしい印象です。留め具にもゴールドのガンチーニモチーフがありますね。オフィスカジュアルに合いそうです。次はガンチョシティ、ステッチで表したガンチーニモチーフがさりげなく上品なシリーズです。さっきご紹介したガンチーニより控えめなんですが、さりげないデザインでこなれ感があります。ガンチョシティはこういったシンプルなショルダーとかお財布なんかもあります。そしてアクセサリー、どれもよく見るとガンチーニが使われています。ジュエリーのネックレスにもさりげなく使われていて、ブランドの遊び心を感じますね。シルバーカラーもあってクリーンな印象です。どれもコーデのアクセントにいいですね。最後は時計、私も今つけています。フェラゴモの時計ってこのラグジュアリーなボックスに入っているんです。どれもフェイスがガンチーニモチーフです。細身のバンドなのでジュエリー感覚で身につけられてブレスレットみたいですよね。バッグや財布、時計やアクセサリーなど様々なアイテムに用いられるアイコニックなガンチーニ、長年多くの女性から愛され続けている魅力を感じていただけましたでしょうか。この動画が少しでも面白かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では皆さん、次回の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。